始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるのです。永遠に続く二人の関係、それはどんなに幸せなことでしょう。ここきらめき高校には一つの伝説があります。校庭の外れにある一本の古木、そのたもとで卒業の日に女の子からの告白で生まれた恋人たちは永遠に幸せな関係になれるという伝説が。あなたが好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら。駆け抜けてゆく私のメモリア。今日も鏡の前で髪を溶かして、あなたの名字を教えてくれる？名前は？それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？私の誕生日と血液型は覚えてる？これでいい？してんだよ。
俺、早乙女よしお、これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。急に女子が騒ぎ出したぞ。やあ諸君、待たせたね。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院って、あの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。皆さん、はじめまして。名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聞きます。皆さん、これからよろしくお願いします。かわいい藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。へえ、そうなのか。じゃあ彼女の誕生日は。血液型は。趣味は。あ、そうか、スリーサイズは。よし、チェックだチェック。ま、女の子のことで知りたいことがあったら俺に連絡しな。力になるぜ。それよりも、お前この高校の伝説知ってるか。ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろ。あの木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。すみません、足を引っ張ってしまって。この度はお奉行様のお計らい誠にありがとうございました。なになに、あのようなこと造作もないこと。それより越後屋こそ邪魔な伊勢屋がいなくなり、上方の材木商いを一手に引き受けられるようになるとは。そちもなかなかの悪よの。いえいえ、
それもこれもすべてお奉行様の押し込みでございます。つきましてはお礼の品、南蛮渡来のカステイラでございます。はあ、わしはこの黄金色の菓子には目がなくてな。はっ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 。それともう一つ隣の部屋、日本人形が用意してございますゆえ、ご存分にご堪能くださいまし。越後屋、これはなかなか美形な日本人形じゃな。どれ一つ可愛がってやるかな。ういやつ、ういやつ。それ時代劇名物、生娘駒踊りじゃ。何やつじゃ。まさかり担いで金太郎。金太郎、ふざけたやつじゃ。ここにおわす方をどなたと心得ておる。勘定奉行大橋大膳、世の顔忘れたとは言わさぬぞ。大橋大膳、その方勘定奉行の要職にありながら越後屋と結託し、材木問屋伊勢屋を亡き者とし、御用材木を独占し、私腹を肥やさんとしたこと許しがたし、この吉宗金太郎侍として成敗いたす。潔く腹を切るがよい。いくら上様とてここで死ねばただの金太郎。先生お願いいたします。どれ、拙者の飛燕風来の剣のサビにしてくれるわ。金太郎とやら、いざ尋常に処分。ひとーつ、ひげも剃らずにうるさいやつ。越後屋、なんとかせ。な、そんなゴム体な。あー、ふたーつ、風呂に入らぬ臭いやつ。退治してくれよ、金太郎。ふう。すみません、失礼だとは思いましたけど、どうしても今日あなたに言わなければならないことがあって、こんなところに呼び出してしまいました。私は体が弱かったせいか、友達もあまりいなくて、趣味は本を読むことぐらいしかありません。そして本を読むたび、その中の恋愛に憧れ、少し
嫉妬してしまう自分が情けなくて、本当の気持ちを打ち明けられないでいる臆病な自分がずっと腹立たしくて、でも今日という日を境に今までの自分を変えようと思うんです。今までたくさんの本と出会って私の思い出の中に残してきました。でもあなたと知り合った高校生活のすべてをただの思い出だけにしたくないから、小説のような空想だけのことにしたくないから、私の一生分の勇気を出して言います。好きです。恋人じゃなくお友達でもいいんです。卒業してからもずっとあなたに会えるなら。本当ですか？本当にこんな私でいいんですか？嬉しいです。体が弱